ビル・モーズリーはアメリカ合衆国の俳優。映画によってビル・モーズリーやビル・モーズリーとも表記されている。最初の大役は悪魔の生贄にでのチョップトップ役で、その後も数多くのホラー映画に出演している。近年はマーダーライトショーなどロブゾンビ監督の作品の常連である。また、俳優のトム・トールズとはナイト・オブ・ザ・リビング・デッド。 資料創生期など6本の作品で共演している。ギタリストのバケットヘッドとのバンド、コーンバグズとして活動しており、いくつかのレコードのリリースがある。本人は来日時のインタビューで日本のゴジラの大ファンであり、自身の子供にディズニーよりもゴジラを見ろってしつけてるよと応答している。本人曰く自分の好きなゴジラシリーズの作品は1位が ゴジラ2位が、ゴジラ対、メカゴジラ3位が、ゴジラの息子であると評価した。h t t p s n i s h i o i k u c h o h a t e n a d i a r 20080106レポ、レポで2007年のスクリームショーに登場した、ビルモーズリー。 ありがとうございます。